ばっちゃんとキャナコのアサラガス、パンパン。まあもう後ろをご覧の通り、今はロゴスの2025年アーリー展示会を開催しております。2024年になったばかりですけど、2025年の新商品をお届けしたいと思います。たくさんいろんな面白い商品があるので紹介していきます。レッツゴー、レッツゴー。ロッチャンとキャナコのアサラガス。スクチの好きなゆうゆうってやつ。じゃん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 。ここが会場のメインです。今回は、うん、新商品第1弾、第2弾、第3弾って入荷するタイミングがあるんですけど、うんうん、それに分かれて商品が置いてます。まずはどっちゃん、第1弾、来年の新商品なんだけど今年販売する新商品、うん、これはね、6月27日に早ければ、手に入る、まあ、なので夏前に購入できるアイテムがあります。これね、これまあまあでかい日傘なんだけど、生地がねソーラーブロックの生地でできています。見て、めっちゃでかい。2人でも入る、全然いける。下手したら3人入れるね。すごい。これちょっと紐の長さが多分もうちょっと長くなって、これはサンプルなんですけど、ここから風が涼しそう。涼しい。だからこれ夏前に早期販売で手に入れれば、夏来る前にゲットできる。ソーラーブロック、うん、オペラシェルター。オペラ。この形もね、ちょっと今までにない。今回はこれ、見て、このメッシュがついて、でさらにこの下のところ、ここ立ち上がっての生地が、だからここで砂が入ってくるのを防止してくれるし、ここは穴開いてるから風が抜けるので、熱気は通して砂は入れないっていう最強のタープ。素晴らしい。ここも閉められるから明るさを調整できます。で、2人用のチェアが2つ入るから、4人くらい入れます。クイックカージョイントスクリーンタープ。これはフリスビードッグっていう、ワンちゃんがフリスビーを加えて持ってくる競技があるらしいんだけど、そこでめちゃくちゃ人気の、めちゃくちゃ人気のテントらしくて、もう廃盤になって売ってないんだけど、復刻版です。そう、復刻版。すごい作ってほしいっていう声が毎年あったみたいで、ロゴスならではのこのパネルシステムとかデビルブロックを搭載して、うん、新しく復刻としてテントが出ました。これリカバリータオルっていうんだけど、なんかラグビーチームのサンゴリアスさんが使ってくださってるみたいで、ロゴスの氷点下パックを活用した、体を短時間で冷やすタオルになってます。すごい。だって実際にこうやって使ってくれてる写真もある。スポーツマンはぜひぜひぜひ。これが第1弾に入っている、うん、空気で立つテント。最新エアマジックは今までこうなんかシュポシュポしてたけど、もうそれがいらなくなりました。もうこの中に内蔵されてる。アクルス店の牛田と申します。よろしくお願いします。牛田さんです。お願いします。はい、今回の、このテントの一番の特徴が、正面から向かって右側に、この内蔵の、バッテリーがですね、これがついてます。これを使うことで自動のポンプ不要でこのテントの組み立てができてしまうと、すごい、いうそんな仕組みになっております、はい。こんな形でですね、バッテリーを、はめ込む、はめ込んでいただいて、あとはこっちの下のボタン、はい、ここをですねポチッと押すと勝手に空気が入ってくれる、そんな仕組みになってます。いきます。お願いします。で、ここから90秒ぐらいですね、はい。で、エアのチューブのところにもパンパンになるぐらい空気が入って、90秒で
おお、立ちました。すごい。で、実はまだ空気がもうちょっと入ります。あ、本当だ、はい、これが本当にパンパンになったら勝手に止まってくれるので。勝手に止まる、天才天才。なので自宅で満充電、していただいたら7回7針分立てることができる。すごい、そんなスペックになってます。あ、止まった、すごい、完璧じゃん。で、この最強のテントは2人用なんですよ。でもだから2人で入るとこんな感じ。あ、しかもここさ、そう、そこ靴を置ける、靴を置けるように斜めになって、ほらいい感じ。いい感じ。でも寝相悪いからな。嫌なことは寝たくない。こうやってする、この中では寝たくない。死んじゃう、死んじゃう。第、あ、違う、え、1段のチェアがあって、これがバケットチェアなんだけど、これね、畳み方が今までと違くって、今までって真ん中からハブからこう4本出てたじゃん、そうじゃなくてすごく安定性があるように足が分かれてて、これがここを引っ張ってこうするだけ、終わり。そう、おー。で、収納袋がこんな感じのサイズ感になってます。2つ目、はい、見て、このなんか不思議な高さ、座って、座っていい、どう。あ、あ、めっちゃいい。あ、ここの枕もすごいちょうどいい。ありがとうございます。ここいいですね、背中もすごいフィットしてます。で、この枕の高さもね、はい、あのベリベリで移動できるから。そうなんですか、はい、素晴らしいですね。あ、素晴らしいですね。叩いちゃダメですよ。そんなはやめましょう、ね、こうも違うからね。で、これ高さがね、こう変えられるんですよ。普通のノーマルの高さにもできる。この椅子の足をこっちにすると高い椅子になる。へい、お、高くなった。いいですか、どうぞ。おー、あー、ここの背もたれの部分も差し替えるとリクライニング具合が変わる仕様になってるので 4A ですね。そう、しかもこれ7075だから超頑丈だけどすっごい軽いの。3つ目、はい、アジャスター3クチア、クッション性がすごいのよ。寝ないでね、あとここ、ここ変えれるよ。いくよ、はい、うん、3段階、うん、3段階で、ドリンクホルダーもついてて、足のところも可動域がいろいろ、ここがリクライ変えれるんだ。高さも変えられる。チャンネル登録よろしくね。次は第2弾。第2弾は8月29日に発売開始になります、うん、なので夏だね。夏といったら太陽さんさん、さんさん。タープ、うん、タープと木陰メッシュのタープがこの上についてるやつたち。そうで、この木陰タープがこのね、グロメット丸い普通にポール通すやつのタイプと、うん、あとはあの施設とか、まあ、ロゴスランドとかでも使う予定なんですけど、うん、これそう、施設とかお家のベランダとかお庭に常設できるような三角形の金具がついてるタイプもあります。あとは第2弾、このキャリー、これすごいね。で、荷物めっちゃ乗る。で、ちゃんと あそこにね、ロックがありますので坂道でも安心。動くテーブル、このテーブルめっちゃ良くない？めっちゃいいよね。セパレートテーブルです、これは。そう、天板がこんな感じで一個一個取り外せて、これも自立したテーブルになる。あ、そうなの、2枚だけ、メープルマークがついてる2枚だけがこういう風に取れるテーブルになる。で、好きに組み替えができて、ここは耐熱テーブル、もう真ん中に鍋を置きたいのかサイドに置きたいのかで組み合わせができる。第2弾の中にね、はい、惜しいなアイテムが一つあるので、熱意のある MD に説明をしてもらおうと思います。コタです、お願いします。こんにちは、毎回お願いします。よろしくお願いします。いつもありがとう。いえいえ。そしたら、はい、コンボ、コンボ
なんとロゴスが梱包を出します。すごい、うん、去年の SS で出したあのナタ、うん、これの関連アイテムであのナタを叩いて巻き終わるっていうのをあのバトニングっていうんですけど、そのナタを叩くための棒です。おでキャンプ場だと実際あのこういうことをするときに巻きを掴んで叩くことが多いんですけど、うん、どっちに詰まってるね巻きって結構掴みにくかったり、あのささくれで怪我しちゃったりとか、うんうん、あと巻き自体が軽くてあんまり打撃力足りなくてやりにくかったりとか、いろいろ都合が良くなかったりするので、うん、まあ、今回専用で作っちゃいました。で太さもここ3センチであの子供の手でも握れるぐらい、大人が握ってもそんなに違和感ない。子供のことも考えてるんだね、はい、お父さんお母さんがやり方を教えてあげながらお子さんとかも一緒にあのバトニングとかをできるような仕様になってます。すごい。どうぞ。これがさっきコタ話してくれてるやつ、コンボ、うん、めちゃくちゃ簡単に巻きが割れる。確かにどっちもめっちゃさいつもさ、ね、めっちゃ大変だった。頑張ってくれてたもんね。おー早い。おー、チャンネル登録よろしくね。最後第3弾10月10日に発売予定の秋の商品ですね、うんうんうん、ここにもコタアイテムがあるので、ちょっとこれも紹介してもらおうと思います。はい、何ですか？これはケトルです。パッと見普通のクッカーのように見えるんですけど、まあ、あの構成としては、まあ、本体と、はい、あの中にぴったり入るザルが付いてきます。はい、直接入れると結構あの音ガチャガチャうるさかったり、ケトルも傷ついちゃったりするので、うんうん、あの収納袋2枚付けました。おでこれで入れるとまあ、あの動かないし音も、あーなるほど、さすが持ち運び便利です。でこれのサイズ感なんですけど、あの市販のインスタントラーメンがそのまますっぽり入る大きさになっているので、まあ、のキャンプ場行く時のラーメンケース代わりに持って行ったりとかできるサイズ感になってます。まずあの一番大きい特徴はあのここの持ち手ハンドルに対して注ぎ口がここの90度の位置関係になっているんですね、うんうん、でこれのおかげであの急須をイメージしてもらうと分かりやすいんですけど、うん、あの手首を返すだけであのすごいスムースにお湯を注げるようになっています。はい、であと意外とキャンプ場というかこういう調理器具使ってて困るのが、うん、あの調理中に蓋取ってどこに置く問題。あーある。で特にこういうのってもう置けないじゃないですか。置けない。そしたらもううちはここにかけちゃいます。あすごい。これが意外と地味なんですけども、うん、すごく便利で一番気に入ってる機能の一つだったりもします。地味なんですけどこれが大事なんですよ、うんうん、そういうところのこだわりがね、はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます、はい、ありがとうございました。第3弾に入っているラビットファーシュラフ、もうこれ大好き。めっちゃ気持ちいいの。これ伝わるかな。今までさ丸洗い柔らかあったかシュラフとかあったけど、うん、それとはまた比にならない触り心地の良さで、マジでうさぎを撫でてるみたいな。いや本当にここがラビットの毛で、こっちが柔らかシュラフの、うんうんうん、あの素材だから両方楽しめるの。気持ちいい。でその上に乗っている、はい、このサーモテクトコンパクトエアマット、はい、これね座らせあのインフレートマットみたいな感じなんだけど、うん、超ちっちゃくなるし、うん、この収納袋、これ収納袋なんだけど、ここで空気入れになってるから、こうやってくるくるくるってして、うん、シューって入れると空気が入ってくるアイテムです。かわいい。どっちもコーヒー飲むもんね。大好き。いつもお家で朝飲んでる。飲んでるコーヒーね。これエスプレッソメーカーなんだけど、うん、もうあのコンセントにつながないでこれだけでコーヒーが入れられるアイテムになってます。この辺も入っついてるの。そう、全部ここら辺入ってて、うん、あのこういうねコーヒーカプセルでもできるし、こういうひいた豆を入れても、うん、あ、そうなんだ。使える。そう、どっちでも使える。これはアウトドア蒸し器です。オープン。あ、アウトドアでね蒸し料理とかやったことないから、うん、しかも蒸し器だけじゃなくて、これはこれフライパンとしても使える。あ、何それ折りたたみタンクです。はい、定番のエコココロゴスなんだけど、これねちょびっとだけ改良されたの。何が？よく見て、
ここってなってるじゃん。ここってなってる。そう、ここってなってるのを下にしてやるんですよ。そうするとこの間のところから酸素が入るから完全燃焼する。なるほど。あの大も小も前のやつでも最強だったのに、そう、さらにね、最強にデコシリーズです。じゃん、気持ちいい。これフライトキャップ、キャップにもなるし、こうやってやるとここがふわふわだから耳当てにもなります。しかもこれね、手洗いできるの。へえ。焚き火でちょっとクサってなってもできるし、こうやってクシュクシュってちっちゃくなるからポケットに向かってプロッと入れる。なんかツバの形が結構いい感じに曲げやすい、うん、だって私が作りやすい。私作ったの、うん、そうだよ。で、無理、熱意のあるなんか推しポイント、あ、全部言った。あ、全部言った。帽子となんか同じのでバッグがあります。かわいいね、こんな感じでなんかちょっとね、コーデにこんな感じです。あ、かわいい、かわいい。なんか多分1泊ぐらいなら入ると思う。そうだね、の感じのバッグが出たりします。で、あとはあのリュックが出ます。出ます、出ます。それ PC バッグ、これのな、MD の一番の特、はい、推しはな、おリュック背負うじゃん。ここにあの鍵つける、鍵とか、おあのエアポッツとかをつけれる。おー、おー、いいね、いいね、やつがあります。スマートガーデンシリーズ4アイテム出ます。これはテーブルが2つ、いきますよ。シュン、畳める。え、信じられへん、寝てる。で、こっちも小さく畳めます。これは裏にね、ストッパーがついてて、これをこうしてストッパーを取るとしまえる。わー、すごい。で、どっちゃんが座ってるこのチェアは7段階調整できる。これがマックス。こっからここら辺まで7段階で調整できる。いいね、こんなお家にあったらね。じゃん、アパレルです。キャンプロゴスのアパレルを紹介します。今着てるのもキャンプロゴスです、うん、これダンボールニットだね。これ大人気のダンボールニットで、前までメンズしかなかったんですけど、うん、今回はレディースとキッズも追加されました、うん、めっちゃ伸びるし、めっちゃ軽くって、あのレディースっぽくね、ここの肩が落ちてたりとか、うん、そうで、レディースっぽくここの前後ろの長さが違うかったり、ここスリット入ったり、ちょっとレディースっぽくなってます。キッズ、キッズもこんな感じです。これもう毎年直営店でも大人気で、すぐ売れちゃう。うん、めちゃくちゃ社員も着てる。うん、で、前までキャンプロゴスはメンズだけだったんですけど、今回4アイテムレディースも追加になりました。ヤッホー。多分インスタライブで着てた、そう、カラペット、どっちゃんと私も似合います。どういうアナウンスなのそれ。こんなリブの長さとかね、うん、あったりね、ワンピースとかもあります、うん、ロゴスショップ限定の、うん、アパレルたちです。そう、またすごい新しい感じのデザインだね、うん、一昔前に戻った感じ。もうなんか定番の形、うん、カラーみたいな感じになってます。これ大人気のヤヌスカーディガン、よく着てるやつも、キッズもメンズもレディースもあります。リバーシブル、うん、リバーシブル。こんなベストとかもあります、うん、そっちは似合う。これはこんな感じ。あ、これいい。あ、メンズだけど、うん、メンズだけど全然レディースも着れる。いいね、うん、こんな感じ。なんか今年のより毛並みがちょっと細かくなったから、すごい肌触りがめっちゃいい。気持ちいい。ポケットの中もこうモコモコしてるから、ポケットの中でずっと触りたいよ、ね、体触っちゃう。これがね、普通の洋服に見えるじゃん。見えるよ。着たらびっくり。着たらなんということでしょう、うん、体がみるみる回復します。みるみる回復するの、怪しいツアーみたいな。なんかやだ。あ、本当にね、これはね、リカバリーウェアって言ってね、うん、着るだけでこう体力が回復する。あ、
なんかたまに販売してるのも見たことある。そう。でも市場にあるやつよりもロゴスのはあの半額ぐらいらしくって、この上下セットでも1万2000円ぐらいで上下買えるんですけど、うん、これがねあの生地に特殊な石、うん、なんていうの、体温をこう上げられるような、うんうんうん、血の巡りを良くするような、うん、あの石みたいなのが練り込まれてるみたいで、これを着るだけでこう全身の血の巡りがすごい良くなってくる。じゃあ冷え性とかの人にってこと？なので上下セットで着て、これ着て寝たらもう次の日うわーってなるはず。ちょっと私もねあの若干疑ってるから、うん、あの着てみたいと思ってるんだけど、ね、まあ、手の出しやすい価格帯で、ちょっとパジャマ感あんま出ないようにここにあえてポケットをつけてるみたいなので、このまま全然コンビニ行ったり街出ても全然変じゃないようなアイテムになってます。結構みんな注目のアイテムです。ロゴスランドとロゴスパークのコーナーです。久しぶりのイッシーと中条くんとももちゃんです。あ、全員出てくれたことあるんだね。確かにねすごい。今年があのロゴスパークで注目のイベントがございまして、うん、あの今年4月27日と28日にロゴスパークフェスタのキャンプウィズスヌーピービーグルスカウツ50イヤーズっていう素晴らしいスヌーピーとのコラボイベントをさせていただくことに、はいはい、なりました。いつもやってあのマルシェとかもそうなんですけど、うん、新しくスヌーピーとの、一緒のキャンプサイト、うん、スヌーピーアイテム使ってキャンプサイトであったり、あとはコンテナハウスとかもスヌーピーバージョンにして、うん、最高じゃん。お届けしたりする、はい、予定で、あとはスヌーピー の, あのサーフショップがあるんですけど、うん、そちらの移動販売車が来て、うん、スヌーピーの限定グッズとかが買えたりする。欲しい、はい、絶対大人気になるよ。ニールが一緒に頑張ってですね、すごいパークで、はい、イベントするっていう感じになってます。ぜひ4月27、28はロゴスパークに遊びに来てください、はい、お待ちしております。ありがとうございます。で、噛んだ